もう開ける段階まで来とるのか。これはいよいよ一刻の猶予もないね。エクステリアに職方君からもらったリミッター解除コードを入力。入力完了。ちゃんがレベル6になれば町ごと消滅するんでしょうけど、やっぱあんただけはちゃんと消し飛ぶところを確認しないとね。あの世で彼女に詫びろ、弾け飛べ。見つけましたわよ。やはり地下下水道でしたのね。確かに建物前の路地へ入ったのに中にはいない。だとすればここしかないと思いましたの。なんで生きて。いや、それ以前にカメラにはまだ合成。あの時からありえない。中継カメラの数は数万台。その中から私の支配下にあるものを特定してコントロールを奪ったっていうの。それができる最高のパートナーがいますのよ。はひー、お疲れ。もう逃げ場はありませんわよ。リキッドシャドウはまだ地上、呼び戻すには時間が足りないけど、くらい詰めないと正確な距離感がつかめない。下水道に逃れたのは身を隠すためってだけじゃない。万が一あんたに追い詰められた時の備え。地上ならどこへでも飛ぶことができるけど、ここなら移動可能範囲は直線上の通路のみ。1本目のナイフをテレポートでかわそうと跳躍先を2本目が捉える。前、横、上、どこへ逃げようとその瞬間を仕留めてやるわ。テレポートしない。足も反応が遅れ。ワン